ニクラス・ルーマンはドイツの社会学者。1960年代にドイツの哲学者、ユルゲン・ハーバーマスとの論争で日本でも知られるようになった。1984年に主張、社会システム理論を発表。社会システム理論にオートポイエーシス概念を導入した。リューネブルクで生まれた。成果はビール醸造業で母親は スイスのホテル業を営む家の出身であった。1943年、公社法部隊の補助隊員として動員され、翌年末に入営。捕虜となり、フランスの収容所で強制労働に従事した。1945年9月まで、アメリカ軍の捕虜収容所に収容され続けた。その後ギムナジウムの卒業資格を取るため1946年春まで、 補修コースを受講し、同年フライブルク大学に進学して、法学を学んだ。1954年に、リューネブルク高等行政裁判所で裁判所長官の助手として勤務。1955年から1962年まで、ニーダーザクセン州政府に派遣され、その後州の文部省に勤務した。1958年に、諸女論文、行政学における、 昨日概念を行政アルヒーフ氏に発表。ハーバード大学の行政学大学院の小学生に応募し、1960年から1961年の間留学。国民経済統計や国際政治戦略のコースを履修し、同時に社会学コースでタルコットパーソンズとも接触した。1962年。 シュパイアー行政専門大学校の三時官に転職。1964年に、初の単著、公式組織の機能と、その派生的問題を出版。1965年、ヘルムトシェルスキーが所長をしていたドルトムント、社会調査研究所に移籍。1966年、ミュンスター大学に、博士論文と教授資格請求論文を提出。 1968年には、フランクフルト大学で、テオドール・アドルノの講座代理を務めた。同年ビーレフェルト大学社会学部の教授に就任。1971年、ハーバーマスとの討論書、批判理論と、社会システム理論、ハーバーマス・ルーマン論争出版。1984年、第一の主著社会システム出版。1988年、 ヘーゲル賞受賞。1993年に、ビーレフェルト大学を、定年退職後、1997年、第二の主著社会の社会出版。1998年に、エルリングハウゼンで死去。死後も、以降の出版は継続している。パーソンズの社会システム理論とルーマンの社会システム理論において、両者のシステム概念は、根本から異なる。 パーソンズの社会システムは、大は、世界システムから、小は個人に至るまでの入れ子構造から成り立っている。これに対して、ルーマンは多次元的、相互補完的、相互浸透的なシステムを考える。システム間の階層性がない。また、パーソンズは、マックス・ウェーバーの系譜を引く、方法論的個人主義を理論構成の根幹に据えているが、ルーマンは後期に至って、 個人を出発点に据える理論構成を明確に拒否している。法と社会システム、社会学的啓蒙、社会システムのメタ理論、社会学的啓蒙、社会システムと時間論、社会学的啓蒙、システム理論入門、社会理論入門法訳著書リスト原書館校順。ありがとうございます。